うわ雨や。早く帰りたい。ああ、今日の撮影はほんま疲れたな。とゆっくりできるも帰って。ああ、お仕事でも食べて。どんなに海に沈められても、どんなに殺虫剤をかけられても、私は這い上がってくる。女やし這い上がってくる人間です。実際這い上がってきました。だからこんな強く皆様に言えます。誰にどう言われようと、アンチにどう言われようと、私は私です。皆さんは皆さんです。ほんまに今日は生きてくれてありがとう。よろしくお願いします。今日偉いやないか。見て、こんな格好しとるけど、いや、知らんの。あの、絶対知ってる、つながってる。もう最年長のさ、そして大阪みなみ、ホストクラブ会長でありオーナーです。もう、そうなんですよ。こんなもん、みなみ一緒に歩いたら全員再ケールするよ。でも最近あんた人気なくて私が人気やから南の人間が一緒に歩いとってもほんまやねん全部私に寄ってくれる私すごないあんた見つけてこれもう今もう涙涙してファイトファイトで戦う君の歌を戦わないやつら笑うだろうねえ勝手に書いとけそうなんだからもっと言うたろか新婦おめこい何やのあのコメントはい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 もっと来い下ネタは平和を救うなしょうもないまた入れられてから物言えコメントせん最高最高いや僕らヤクザが欲しいありがとうございますやばいやばいやばい、まあ、ありがとうございますすごい当たりまじゃあ、 あの矢沢永吉ファンの皆様がそうなんや、あ、写真撮ろう写真撮ろう最高や周知調子あんなもっといたのか進歩あのほんならちょっとラップ的に言ったらええんかチチ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 ンポこれねみんなの前でねおめこいっぱい言ったらええ写真撮る時の坂田優子見てみたいないやちょっとみんな写真写真撮るんすよこれやっぱ人気者っすね坂田優子矢沢組帰りますお前一人でここ座れやみんな帰りますエラあなたのために愛のバラード歌おうかありがとうございますありがとうございました急にみんな帰って監督ゼロになりましたなんかそう責任感じるな今日ね、もう西成区全然人いないじゃないですか、はい、奥全然人いないですよ、はい、そんな西成初めてぐらいですよ、毎日はい、えら、飛び込んでこいまだお客さん3人やねんどうして会いに来た姉さんのあのコメント欄、あれでごめんな全然ほっといて、全く気にしてへんから今日はコメント見るときに連絡があってくるおめこ、ちんこ、100回言うたのか子供から言えばあのチンコおめことかあのリズムがものすごくかっこよく見えるらしいそうなんですよなんでなんですかなんでもあれって実は実際の曲があってジャマイカソングってレゲエの曲なんですよララララララあ、それでチンコララララララ I can see children dancing Dancing in the sun, yeahDancing to the beat of the conga drum And having so much fun, yeah They're having so much fun Chinko Omeko かっこいいなっていう、あ、何でもできるんだよ、うん、なんか子供に似てらしいんですよ知ってますよ、小学生の子供と先生が一緒に来ますので、ライブに学校の休み時間に満州稽古、はい、それも偉さん満州稽古満州稽古はい嬉しいな満州稽古の動画見ようかと小学校中学校高校の休み時間にえマジで生徒と先生が
満州稽古の動画をみんなで見てる。それ大丈夫なんですか。それじゃだから首やもん。大丈夫なんですか。大丈夫やから見とらせ。顔がなんか疲れてますよ。誰今日違うでも今日もうやり尽くして私も何でしてんの。おいまさきちょっと何杯入った。これええって動画もやったら私だ。昨日もケイコさんでこんないい人なんですって。こんな今の本性見えたじゃないですか。だからわざとやっとねあんな。でこれを全部なちんとおめえことかあれみんな喜ばすためにやっとくんな。本当はしたくないんですよ。アホやろ。本当はしたくないんですよ。ちんこおめえことお酒の方はでもなんかセーブされてる感じがする。お酒はセーブしてますよね。なんか今日も全然飲んでないし。いやここでもセーブされてるんよ。もう社長とか。ああそういうことなんや。はいはい、うん、それはちゃんと足もそれをなんかまたベロやろとかな、ね、あの何でもできるんですよ私。酒飲まなくて何でもできるの。かっこいいな。うん酔わなくてもだからいつもなんか酔ってるやろみたいな。あーあとねロケマサのことどう思ってるんですか。ロケマサ、はい、今日一緒にランチ行こうと思ったんやけどスルーされて。ロケマサはねちょっと微妙なんですよ。二人の中微妙やね。なんでなんすか。あいつは絶対私のこと好きやね。あいつ絶対私のこと好きやから。北九州の象徴ですよ。北九州市長とロケマサは二大巨頭なんで。その北九州の所長の、はい、あの象徴象徴の男エラさんのまあ言ったらエラさんが今守ってる、まあ守るは本人強いんでね。僕守らない生きていけるんですよ。その私からしたら強い男しかいらんのよ。あいつ漫画になるよね。最強クラスじゃん。だから今ごめんエラちゃんから取ったみたいな感じになってるけどごめんなさい。エラちゃんから紹介されてロケマサさんをもうやったんですか。ちょっと惚れてしまって。いやあのまた開こうと思ってるんですけど私のファンまた開いてる。最悪やな。可能性があるんです。じゃあこれは、はい、可能性がね坂田佳子のちょっとファンを関空まで連れてってそこから居所不明になったので坂田佳子のファンにまた開いてる可能性はあるんですね。けどまあ私は嘘つきたくないから元彼ここにおるけど。あのロケマサの家行こうとしたじゃないですか。ロケマサのタイプだもん。いや分かるんですよ。かっこいいんですよ。あそれが言ってたタイプでしょ。ロケマサ何をしようとしてるんですか。いやいやなんか企んでる。企んでる。ロケマサはタイプですよ、はい、本人にも言うとるじゃん、はい、私嘘つかへんもん言うてますよ。女の子になってきたな。ロケマサで家行こうとしたじゃないですか。だってロケマサ恵子さんが助けてくださいって言ったら俺は飛んで一番に優しに行きますから。あもう録音しとけばよかったな。腹立つわ。ほんでその家私の電話私からかかってきたら社長マジやねマジなめっと、はい、そんな彼に最後ビビったやろな。多分彼に一言お願いします。ロケマサに、はい、これも見てるんだよ。あなたのお尻に私がロケットランチャーを発射するわよ。いろえ